以前撮影していました、神戸電鉄岡場駅の近くにある、まあ、放置自転車を集めているところですね。まあ、金属回収ポイントということで、動画をアップロードしたんですけども、まあ、昨年、夏か秋ぐらいの頃に、秋ぐらいかな、ほとんどの自転車を一斉に、回収してくれてました。まあ、あの辺りに置いてあったオートバイもそうですね。まあ、10台ぐらいかもうちょっとありましたかね。オートバイもうサビサビに錆びてる状態。もう10年以上は放置されてたんじゃないですかね。ここに置いてあった自転車自体が、ここが満杯になってましたから。まあ、動画アップロードしてよかったと思います。まあ、対応してくれた、皆さん、ありがとうございます。行政の方たちで。